き、あ、あそこにもなんか行けそうな感じの場所があるな。何もできねえじゃねえか。早くないですか？なんかちょっともうちょっと話聞こうよ。あ、話聞こうよ。平和になったの？平和になったんだよね。あれ、広場の入り口は結局塞がれたまんまなの？あ、違う、こっち？こっちか？うるさいよ、君。こっちからはいけんのよね。あ、じゃあ結局ここは塞がれたままなのか。え、こっから行きよったよね、確か。違ったっけ？ちょ、炎さん。いて。いて。ちょ、待って、君ら。超危険なんだけど。はい。飛びまーす。どここれ。待って、どここれ。あ、こっち、この上が国か？あ、なんか。え？うさぎ？おい、うさぎ。あ、あのところに扉がある。あ、どこ行きやがった。ちょ。なんかめっちゃ簡単に捕まえた。あざっす。てかまさかのね、うさぎの方から現れてくれるっていう。火山で捕まえたぴょーん。そしてそこの扉がちょっと気になるわ。落ちたー、落ちたー。ここからじゃ無理だった。こっちからで行こうか。はい、行きます。ここは何でしょうか。裏側の世界にやってきたよ。この水色のは何？あ、何も別にないの。あ！まさかの、まさかの、あ、沈むのね。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。この白い部分やったら、まあ、折って大丈夫みたいな感じ。ギャー、危ねえ。ちょ、怖いから。ちょ、怖いって。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って。あ、そっちに移してくれるのね、ありがとう。あ、あそこに鍵や。ちょ待って、君、君邪魔だな。はい、かけらゲット。あと3つ。あと3つ。あっこと、あっこと、あと1個どこだ？あー、あそこか。はい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 、ゲット。で、あっこにも1個ある。これは普通に、あ、あちゃ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 ってなりながらもゲット。あー、ダメだ。そっちに渡していただきたかった。ちょ待って、私回復しよう。あと一個。あと一個、あそこね。オッケー、もう分かったよ。戻れるのか、私。あ、戻れる。助けてー。助けてー。はい。イエーイ。これで、ムーンゲットー。はい。浮いたり沈んだり、マグマ沼。イエイ。ゲットー。はい。オッケー。びっくりした。びっくりした。あ、なんかこの下入れる。見てこれ。見てこれ。あ、なんか来たことないとこないよね、こう。お、あそこにも扉があるの。円山の小島。ちょ、君。君？
できない。はい、来た。これで、すり抜けるんですけど、すり抜けるんですけど、これは、どこに行けばよろしいかな？こっちに行けばいいのか。こっちに行きまして、で、ここから、こっちに、はい、これで。オッケー。なんだ、平和な音楽だな。でもちょっとなんか、せわしい感じはする。はい。おお、そんなところに。なるほど。これぐらいの方向か。さあ、ゆっくりと。ちょっと待って。はい、これでそのあたり、そのあたり、そう、はあ、こっち側に来て、はい、行きます。ダメだな。ダメだな。これで、待って、こっち側か？この辺りだ。この下は何もないのか。落ちるなら早く落ちてくれ。ここはどこだ？ここか、また。待って、これで。はい。あったー！来たぜ、来たぜ。フォークを弾いて頂上へ。ここ難しいけど、ちょっと楽しいね。いいね、いいね。戻ってきたぜ。これで、あとはこの子たちにまた乗り移りまして、上に上がります。この先、あそこにもなんか行けそうな感じの場所があるな。何もできねえじゃねえか。この辺になんか打ち上げ、あった。はい、打ち上げられましょう。どこ行くの？そんなとこまで行くんすか？そんなところまで行かなくていいんだよ、別に。この辺ブロッサンおらん？おるけど。おるけども。はい。この子らね、やっぱなんか頭ちょっと気になるよね。はい。あれは髪の毛ということか。なるほど、髪の毛なんやね。前から見たらよくわからんかった。ここもかけら。ここブロッサンいる、みんな。いたぜい。ブロッサン行こう。これ壊せるやつと壊せんやつがあるの？なんか足場までなくなりそうで怖い。お前。
これもしかしてさ、中に隠れとるとかいうことじゃないのね、かけら。なに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 、え、なんか2個目ゲットした、いつの間にやら。なに、2個目どこにあったの。やっぱり中にあるってことか。あ、3つ目ゲットした。どういう状態かが全く把握できてないけど。足場がなくなるよ。助けて、足場がなくなる。はあ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 、あ、あのところに。あと1個。あと1個はどこだ。この中は別に何も入っていけんよね。あっち側か。多分そうよね。まあ多分やけど。こっち側に最後の一個があるんじゃないかなという予想。ないぞ。ここか。ここか。あったー。フライパンでゲット。来たぜー。振りかぶるー。はい、チーズ岩を掘って探してゲットー。やったね。はい、出ます。ふう、疲れた。ふう、疲れた。待って、上がらして。はい、オッケー。こんなもんかな。こんなもんでしゃろうか。じゃあ君ら動きすぎ、動きすぎだから、待ってよ、待ってって。もう これまたあれなのか。あれ、ここのスイッチは？スイッチなくなってんやん。どういうこと？え、じゃあここスイッチなくなったことない？ここスイッチあったよね。あ、そっか、あれは。あれはそっか。あっち側渡れるんかな？渡れんのかな？あ、あの子らに乗り移ればいけるか。ちょ、待ってね。とりあえず、ちょ、おいで、おいでってば、おいでってば。普通に弾けた。普通に弾けた。とりあえずあれやん、あと1個いるってことよね。あの炎の子は一体この辺には現れない。現れんのかーい。現れんのかーい。ちょ、登らして、登らして。あれってことは、ほっ、こっちの炎の子か。こっち、こっちかな。あ、こっちの炎の子だね。はい、行くぜ。じゃ、来いよ。これで、こっち側は別に何もないね。オッケー。あ、これさっきんとこや。なるほど、なるほど。これさっき見えとったとこやんね。うん、うん、うん。なるほど。あ、でもそれ以外別に何もないな。何もないな。あ、じゃあこれで、これで、どこから行けるんだ。あ、ちょ、ここ、こっちからぐるーっと回ったらいけるかな。あ、こんなところで。ちょ、待って。こんなところで。いやー、やめてください。
あのまたちょっと村の方に行ってこの後ちょっとね話を聞いていきたいと思います。ほい、じゃあということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。こんなに村の中入るのって難しかったっけ。なんかあっという間に村の中入っている気がするんやけど、あれちゃんとスタート地点に戻っとったよね。フフ。